どうもこんにちは、ヤムと申します。毎度大きに。さて皆さん、ワザップとしてはご存知でしょうか。このサイトはですね、誰でも自由の裏側面で、中にはこんな書き込みもあります。スプラトゥーンでお金を稼ぐ方法。皆さんこんにちは、ショウログです。今回はお金を稼ぐ方法を教えたいと思います。まず友達の家に行ってスプラトゥーン3をあげてお金をもらいます。すると結果わっはっは。いや、現実のお金かい。スプラトゥーンでお金を稼ぐ方法って言ったら、もうスプラトゥーンないでお金を稼ぐんかなと思ったら現実のお金やった。とまあこんな書き込みもありつつですよ、中にはまあガセっぽいのも結構あるんですよ。なので今回はそんなワザップから何個か裏技ピックアップしまして、その裏技が本当にできるのかどうか試していこうかなと思います。さてまずはヒーローモードにやってまいりました。そこ乗れるん？どうもこんばんは。今回はあるところに乗れる小技を打ってお願いします。条件1、ヒーローモードの隠しステージが稼働している。2、こんにちは。あ、こんにちは。手順1、ヒーローモードの隠し夜間に行く。2、スプラッシュボムを投げてくる浮いてくるおばさんみたいな敵が2体いるところに行きます。そんなやついた？3、そいつらを倒してイカ登りするところに行きますよね。すると左右に動いてる棒があると思います。4、そこの棒がある壁からさらに1段登ってください。5、そこからその棒が下に来る瞬間にイカ状態をやめて落ちます。すると棒の上に乗れます。語彙力のやつが解読してください。解読できた課題はホッピングシャワーのパチパチするキャンディー1粒をプレゼントします。いらん。あれもアイスありきやから。結果というのは必ず必要です。結果がないとこの世界に成り立ちません。慣れてるんでしょうか。さあまず隠し屋行きましょう。なんですっけ。なんかスプラッシュボムを投げてくる浮いてるおばさんみたいなのが、2体いるところまで行けばいいってことらしいです。はい、隠しステージ来ました。なんかよう来ますよ最近。えらい来るわ。スプラッシュボムを投げてくるおばさん。あ、こいつちゃう。ほら、スプラッシュボム投げてきたよ。こいつらや。まずこいつら倒してイカ登りするところ、ここやな。ここに行きますと。はい、すると左右に動いてる棒、ああありますね。はいはい、なんか乗っちゃいましたけど。はい、その棒がある壁からさらに1段登ってください。ここですかね。で、そこからその棒が下に来る瞬間にイカ状態をやめて落ちます。するとその棒の上に乗れます。あれ、ちょっと待って。いや、もうさっき乗ってしもてたやん。ごめん、ちょっと先取りしてもうた。いや、まここに乗れんの、いや正味、いやごめんごめんごめん、あの想像の5分の1ぐらいのしょぼさやったわ。ここ乗れんのは大体わかるやん。さてお次はロビーにやってまいりました。ガチャをキャンセルできる。手順1、ロビーに行く。2、スケジュール更新直前にガチャを引く。3、商品ゲット画面のままにする。4、スケジュール更新する。5、ロビー画面に戻る。するとガチャガチャをキャンセル、過去引かなかったことにできる。あ、すごいやん。米印、再度ガチャガチャガチャを引き直しても同じ商品が出る。あかんやんけ。意味あれへんがな。結果、いらない商品はキャンセルできるのでお金の節約になる。あ、確かに。あ、じゃあせっかくやから、これでまたね、9引いてないんですよ。一回引いとこう。で、青が出ますよと。まあ、こんなんはいいんですけど、次ね、3万もかかるんですよ。で、547,750円。で、まあ、3万使うと結構なもんでしょ。で、これ9時引いてめっちゃしょうもないの出たら、引かんかったことにできるってことらしい。で、なんと今、時間がですね、10時44分ってことで、スケ編まであと15分もあるっていう。どうしよう。OK、OK、OK。じゃあ、サーモンランでもしよう。サーモンライン、ちょっと今途中やったから。やっぱね、報酬が熱いところまでやっぱ毎日やりたいんで。おお、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。時間の計算がずれてくるよ、これ。やばい、やばい、やばい。やばい。うわっ。うわっ。うわっ。待って、地獄地獄、待って、あ、無理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 。無理やから、そんなん。よーし、ちょっとあの時間ギリギリなんで急いで戻ろう。よし、ほんでガチャよね。で、あとね1分ぐらいなんで、これくじ引いとこう。で、これくじを引いて、商品ゲット画面のままにしておくと。オッケーオッケーオッケー。さあ押しておこう。あ、いらん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 。いらんわーってなりまして、こうなった後にこれずっとほっといたら、これゲットしなかったことになるってことやんな。
さあ来た。で、A を押す。ロビー画面に戻ったらどうなる？なんかあのマグカップみたいなやつと、なんかあのガラケーよな。で、あれを持ってなかったこれ。成功してるってことなんですよ。置物でいいんかな。さあコーヒーカップと、これ持って、あ、ちょっとちゃうか。コーヒーカップとガラケー、ガラケー、あ、なさそう。ガラケーないもんな。で、元の金額が547,750円やったやろ。で、今持ってんのが547,750円なんよ。ってことは引いたことになってない。すごいこれ。で、まあ実験よ。今回は実験でもう一回くじ引いてみます。すると同じやつ出た。これすごいな。これちゃんと裏技してるやん。まあ、これが本当に有効な裏技なんかどうかはあまり詳しく調べないことにしましょう。それがワザップの楽しみ方。さて、お次は広めの散歩にやってまいりました。シュルルルンという音を鳴らさずにイカ登りができる。シンプルに書きます。イカ登りをするため B ボタンでイカ登りをチャージする。チャキンとなる前に B ボタンを離して登る。登りきる寸前で ZL を離し人状態に戻る。失敗するとシュルルルン。結果シュルルルンならない。あ、そうなん。シュルルルンならないやり方なんかあんの。やってみよう。まあ、今回はね、非常に壁が縦長に、なっております。この平目でやろうかなと思います。で、まあ普通にイカ登りするとシャキーンってなった後にこれピョーンってなる。こうシュルンってなっちゃうんですけど、これがシュルンってならずにできると。で、これチャキンとなる前に B ボタンを離して登るらしい。今だからチャキンになっちゃってるか分かんのよ。結局 B をシャキンになる前に離すとこうよね。けどの、あの飛び出る時にシュルンってなるから、それも消したい。で、登りきる寸前で ZL を離して人状態に戻ると、そうなると上のシュルルンも削るって。あー、なっちゃった。あかあか、どっちもなってる、どっちもなってる。大失敗よ、もう今の。こうやな。なるほどね。じゃあ、こうやって登ればいいや。じゃあ、いや、そういうこと言ってるんじゃないんですよ、皆さん。あの、実用かどうかとかじゃなくて、イカ登りをシュルルルンなしでできるっていう技なんで。うん。どこも実践で使えるとは書いてません。これがワザップの楽しみ方。さて、お次はマテガイの散歩でやってまいりました。黒い箱に乗れる。こんにちは、3回目の投稿です。武器は何でもいいです。マテガイ放水路に行きます。飛んで右側にある2段の箱があるやつがあって、この近くの右の角から飛ぶといける。結果黒い箱に乗れる。なんか説明適当ちゃう？大丈夫？あー、てかこれ飛んで右側にある黒い箱2段、あ、これちゃう。これにここの角から飛んだらいけるってことじゃない？いくよ。あ、ほんまや。秒で終わった。もうちょっと尺のこと考えてほしいな。うん、 YouTube の動画長い方が有利なんですよ、これ。なんか引き伸ばせる、引き伸ばせる、なんか引き伸ばせるネタないかな、なんかないかな、探そうかな、なんかないかな、なんかない、なんか、なんか、なんもない。え、マテガイなんもないやん。さて、お次はロビーにやってまいりました。イカタコのカトガ。イカタコタコカコカコ。イカタコの肩が、ちょっと待って、これ早口言葉でできるかも。イカタコの肩が骨折？あ、言えるわ。イカタコの肩って、イカタコの肩ってちょっと言いにくいな。イカタコの肩が、イカタコの肩、イカタコの肩、イカタコの肩。あ、言えるわ。イカタコの肩が骨折。1ロビーに行く、2リッター4系を持つ、3フルチャージする、4マスターを抜いて発射。結果イカタコの肩がぶっ飛び。どういうこと？骨折なり脱臼、どういうこと？さあ、リッター持ちまして、フルチャージをして真下を向いて発射すると肩がぶっ飛ぶらしい。いくよ。は？え？ごめんごめん、全然わからん。それなんか下向いたらキャラ透けて分かりにくいし、なんか
ちます打ちます打ちました打ちました打ちました。え、何が？え、嘘やん。これちょっと待って、これガセとかいう話になってきたら、もうあれよ、もうただ俺に早口言葉を言わしたかっただけになってくる。わからん。わからん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 。過去にぐらいでわからんかも。過去にぐらいでわからん。うん。ここでジムワイパー振ったら歯磨きしてるでしょの裏技の次にわからん、これ。どうしようこれ。